こんにちは、お金を増やす専門家の浅見博史です。今日はアベノミクスによって物価上昇が 2% ずつずっと進んでいった場合と、お金を運用した場合の比較表っていうのを作ってみました。毎月5万円の積み立てができるとします。それをただ単に積み立てした場合、マリオはいくら貯められるでしょうか。はい、1260万円となります。しかしその間、世間はですね 2% ずつ物価が上昇していますので、その時に買い物できる値段は1576万円ということで、1260万円しか持っていないと、要はお金の価値が落ちているということになります。では、5万円を複利 3% で運用できたら、自分のお金は1769万円、そして複利 6% で運用できれば2532万円、そして複利 9% これで運用できれば3682万円まで到達することができると。なので仮に物価が 2% ずつ上昇したとしても全然余裕で買い物もできるし、やりたいこともできると、まあ、そういう状態が作れるようになります。もしあなたがそのまま銀行預金を続けていたら1260万円にしかなりません。物価よりも下にいることになりますので要注意です。ぜひ一緒に複利 6% や 9% の運用を実現していきましょう。今日はここまでです。ありがとうございました。